はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあまたね、マスターデュエル運営さんね、頑張っていただいてね、神アップデートが来たんですよね。こちらのアップデート の詳細についてちょっと皆さんと一緒に見ていこうかなというふうに思っておりまして、バージョンアップデートは11月の9日に必須化になるんで、アップデートしとかないとそのルームマッチとかできなくなっちゃうから、お友達と一緒に、だからアップデートを早めにしていただければなと思うんですけども、主なアップデート内容を、まあ、一個一個見ていきましょうということで、まずね、マスターデュエル検定なる謎のクイズ大会が開かれてました。ゲーム内でね、こういうのがこういうのが実装されてましてですね、学科と実技が分かれてまして、学科ってのはクイズで、実技っていうのはなんかデュエル中になんか何々しろとか、罠カード発動しろとか、ワンホーカード発動しろとか、こういうのがクリアするとクリアになるんですけども、これちなみにね、ヘルプに書いてあるんですけど、イベントデュエルとか、あとランク戦じゃないとダメなんで、ソロモードでやってもこれクリアできないから、対人戦やるしかないっていうね、ところがあるんですけどもね。はい、ちょっと若干うざいで、検定開始の、ボタンを押すとクイズが始まりまして、まあ5問中3問とか、まあ1とかだと3問中2問とかなんだけど、これどん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 多分上がってって、ちょっと何段までやるか分かんないんですけど、どんなクイズがあるかちょっとね、簡単にやってみようかなと思うんですが、5問中3問正解でクリアスタートというところで、第1問、ゲーム開始のチュートリアル突破時に報酬として選べる3つのストラクチャーデッキは、パワーオブザドラゴン、シンクローブ、ユニティ、わからねえ。わからん。なんだこれ。マジシャンオブペンデラム。不正解。ちょっと覚えてね。まあ、こういうね、なんかちょっとね、まあまあむずいね、これ、護衛の剣士。まあまあね、むずい問題がね、出てくるんですよ。だから、なんか、結構マスターデュエル、コアなファンだと、まあ大体わかるんだけど、わかんない問題も結構あるんで、意外と楽しいです。はい、皆さんもよかったらチャレンジしてください。で、合格報酬が結構ボーナスパック、レガシーチケットとか、あと今回ね、ここにメイト内とかがあって、まあちょっともしかしたらメイトとかもあるのかもしれないけど、進めていくと結構いろんな報酬がもらえたりするんで、まあ興味ある人はね、ぜひ、挑戦していただければなというふうに思います。で、このデュエルに関する更新内容のところをね、見ていこうかなと思うんですが、デュエル中に表示されるカードリストを縦に表示できるように変更ということで、今まで横しかなかったんですけど、縦に表示できるようになりました。これね、めちゃくちゃ便利っすよ。ほら、なんかすごいね、一気にね、枚数が増えんのよ、表示される枚数が。これめちゃめちゃ便利っす。で、さらにゲーム設定内からね、変更することもできて、僕縦スクロール気に入ってるんで、まあ縦でやっていこうかなと今後は思うんですけど、このデュエルっていうのも一番下のこのカード選択肢のダイアログ表示っていうところに、縦スクロール横スクロールみたいなこと選べるんで、まあ僕縦スクロールにしようかなと思ってるんですけど、今後はね、これで固定したり、あとなんか前回の設定適用したりとかいうこともできるんで、これデュエル中もね、変更することができますし、まあ結構便利になったんじゃないかなと思いますね。で、ダイアログ表示中でも墓地や除外されたカードを表示できるように、変更しましたということで、同時に見れるようになりました。今までは、ダイアログをこう表示されていると、なんか除外ゾーンとか墓地とか確認できなかったんですけど、今、ダイアログ表示してても墓地に何があるか、除外ゾーンに何があるかみたいな、これが確認できるようになってたし、今まではこうやって押して、見てたんですけども、これが、できるようになったということですね。そして、デュエル中の演出と、表示の調整。まずは、フィールド上にある、リンクモンスターのリンクマーカーの大きさを大きくしましたと。リンクマーカーの大きさが変わってるらしいんですけど、なんかまあもうちょっとちっちゃかった気がしないでもないな。なんか割と見やすくなってるのかもしれない。なんかよくわかんないけど、ちょっとでかくなってる気がする。で、次は、複数のカードが同時に墓地を加えるまたは同時に除外される場合、カードが見やすくなるように調整いたしましたと。除外状態の、カード、除外状態というか除外する瞬間か、除外する瞬間に分かりやすかったらしいので、ちょっとネクロフェイスを除外してみますね。はい、で、ネクロフェイス効果発動するとお互いに除外される。あー、分かりました今分かりました。なんかあれですね、一枚一枚一応見やすくなってますね。ただ一瞬で判断しないと思うから、まあ、別にこれそんな変わるかと言われると怪しいが。さらにカード効果によりコイントスを行う際、コインの色によってどちらのカードプレイヤーが、コイントスを行ったのか分かるように調整を行いましたということで、時の魔術師さん引っ張り出してきました。コイントスしてみるか。じゃあとりあえずちょっと時の魔術師を召喚してタイムルーレット、あ、青くなってるなるほどね。で、多分青くなってるってことは
おそらくだけど当たってくさ、あの相手は多分赤なんでしょうね。でこっちが青っていう、この名前の上の色でコイントスの色も分かれてんじゃねえかな。さらにデュエル中の演出追加、これ熱かったっすね。召喚条件は属性異なるモンスター3体以上、現れよジ・アライバルサイバース、あっとイグリスターかっけ。他にもどうやらね、 X の情報を見てると、あのこの東欧とか、あとそれからまあカドケウスとかも追加されてるらしいんで、まああのよかったら皆さんも、試してみてください。で次はね、デュエルログに関する更新内容。デュエルログで対象を取らない効果で選んだカードも表示するように変更をしましたと。これどういうことかと言いますと、対象を取らないカード、まあ主にはですね、ハッピーメモリーとかがそうですね。これあの対象を取らないで、カードを効果界から次のターン終了時まで守るよみたいなカードなんですけど、これ今までログに表示されなくて、なんかずっと相手の展開見守ってないと、どれが効果界の対象からなの守られてんのか分かんなかったんですけど、これ多分ね、今回ログで表示されるようになってるらしくて、まあ、ちょっと今回マイフレンドを選びますと。で、もうちょっと EAD は。で、そうすると、効果処理、ハッピーメモリーの効果処理、ここのピュアリーマイフレンドが、選ばれてますよっていうのが、一応ここのログで確認できるようになったと。いうことで、まあこれ選ぶ効果で残存効果みたいなのあるんで、ハッピーメモリーみたいな。こういうカードの、処理が分かりやすくなったのは結構でかいと思います。はい。かなり戦いやすくなったから、今まではどれか分かんなかったから。さらに、デュエルログにて、ゾーンを指定する効果で指定した場所も、ログで表示するように変更をいたしましたということで。ゾーンを指定する効果はもう、あれだよね。あの、シャングリラだよね。シャングリラの効果発動する、すると多分ログに出るんだよね。これ。ね、ゾーン指定って。この、枠が多分今までなかったんですけど、このゾーン指定が一応、見えるようになりましたというアップデートですね。はい、まあ、とてもね、分かりやすくなって、まあ、対象取らない効果の、これが一番でかいですね。個人的には。で、デュエルの、設定に関する更新内容なんですけども、カードの発動確認をより細かく、設定できるように変更ということで、カスタムというものが追加されたということで、ボタン設定は、このゲーム設定というところの、デュエルのところを選択していただくと、この発動確認がね、カスタムっていうのが出てるんですよ。今まではこのスイッチホールドとかまでしかなかったんですけども、カスタムというのが出てまして、細かくね、5種類の、ボタンの、確認を、変更することができると。スイッチボタンの表示がなんかありなしとか、あと、発動確認の設定のリセット。ターンの、終了時になんかどうするか、オートになるのか、それとも、まあ、そのオンにするのかとか、選べるし、それからデュエル開始時、これでかいですね。この発動確認するっていう風にしとくと、要はドローフェーズにすぐカードを発動することができる。例えばドロール&ロックバードをケアしてピュアリーの速攻魔法を打つとかね。あと、ドローフェーズで即座に増殖する状態をしたいとかいう時とかに、デュエル開始時にいきなり、オンになってるから、これで、何かを発動することができるということですね。速攻魔法とかね。で、左ボタンホールドとか、まあ右ボタンホールドとか、この辺は、今まで通り の, 感じでスイッチホールドみたいな感じで使えるんで、ここね、めちゃくちゃ使いやすくなってるから、ぜひ皆さんも思い思いのね、設定をしていただければなと思います。めちゃくちゃそのユーザーのことを考えられてますよね、この辺のアップデートは。さすがマスターデュエル運営といったところ、広報以外は最高とX でよく言われてますけども、広報の、ぜひね、マサデルさんもぜひ頑張っていただけると、まあ、こちらとしては嬉しいですね。そして、ミッションに関する更新内容で、まとめて受け取る選択肢の演出、高速化しましたと。これめっちゃ遅かったからね、今まで。まとめて受け取るのが結構これ長かったからね、まとめて受け取る。はい。おー、まあまあ、確かに、早くはなってるな。なんか、めっちゃくちゃイライラしてたから、ここのまとめて受け取るボタンめっちゃ長くて。でなんかまとめて受け取る押したらもうこの画面ポンって出てくれても別に僕はいいですよ。はい、と思ってますけど、皆さんはいかがでしょうか。まあ、早くなったのは嬉しいね。さらに期間限定のミッションについて達成後も内容を、表示するように、変更をいたしました。これちょっといまいち体感はできないんですけども、まあ非表示になっていたので、表示されるように変更したから、まあ、ちゃんと見てねというところですね。はい。でね、ルームマッチに関する更新内容、対戦相手がデュエル開始を押しているかどうかを、分かりやすくしましたということで、まあ、どういうことか。なんか着席すると色つくようになりましたね、ルームね。で、相手に着席をちょっとしてもらって、で相手にねボタンちょっと押してもらいますね。そうするとほら、待機中っていうこのポップアップみたいなのが出て、これ要は相手がボタンを押してるから、あなたもボタンを押してくださいねということで、ここで、デュエル開始を押すと、なんかデュエルが始まるという感じになっております。はい。
でさらに、ショップに関する更新内容というところで、ショップ画面にシークレットパックがより多く、表示できるように、まあ、調整をいたしましたと。まあ、ちょっとシークレットパックをもうちょっとその長めに表示してほしいですけどね。より多くっていうか個人的にはなんかそのすぐ終わるからさ、あれなんか長めに表示できるようにしてほしいけど、なんならショップはまあレイアウト変更だけみたいなんで、まあ、そんなにその大きく変わるところはないと思うんですけど、シークレットパックがより多く表示できるようになったということで、レイアウトが変更されて、なんかそのステータスパラメータか、パラメータ表示を削除されて、なんかちょっと、いっぱい表示できるようになったらしい。ちょっと今3パックしかないからちょっと体感できないけど、で、ボーナスパックを10パックでも、開封できるように変更しましたということで、10パックでもだけでも開封、できるようになったということで、ちょっと今9パックしかないんで体感できないんですけど、まあ今まで通り100で剥くこともできるし10で剥くこともできるみたいな感じですね。ちょっとずつ楽しみたい人はちょっとずつ楽しむみたいなこともできるんじゃないかな。だからで、さらに画面のクオリティをより細かく設定できるように変更ということで、これカスタムっていうのが追加されております。ちょっとね、画質をね上げることもできるようになりまして、ゲーム設定のところから、このクオリティってやつですね、推奨とかでやってるとまあ普通の画質になるんですけど、これカスタムが出ましてね、これでなんかアンチエイリアスとか、なんか画像の縁を滑らかにするとか、カード画質を最高にするみたいなのがあったので、まあちょっとやってみたんですけど、まあ、確かにですねこれ結構綺麗になりますね。まあちょっと推奨とのね比較をね、ご覧いただければなと思うんですけど、こんな感じで結構綺麗になりました。はい、なんでまあクオリティが最高でも PC が値を上げない方は一番最高画質にしてやっていただくと楽しいかもしれませんね。そしてシーズンポイントをプロフィール内に表示しますよと。まあ僕クソダコデュエリストなんで0ポイントなんですけどDC ね頑張った方はぜひね自分のプロフィール内のデータから確認をしていただければポイントが表示されると思うんで、ツイッターにアップしてください。でさらに選択できる言語に反対字を追加ということで、これ中国語なんか2種類あるらしくて、中国語ってなんか反対字となんだけど艦隊字みたいなのがあるらしいんですけど、まあそれの1個が追加されたということで、まあチャイニーズ大歓喜という話ですね。であとはまあ不具合の修正がバーッとあるというところで、マスターデュエルのなんかその遊びやすさみたいなのはもう格段にね年々上がっていってるんで、とてもね遊びやすいゲームになってきてるんじゃないかなと思いますね。まあ、個人的にはね、あとね要望するとしたら、BGM をその自分のフィールドによって変えられるようにしてほしいなと。相手依存じゃなくて。っていうのと、あとあれですね。診断の内容をちゃんと出せみたいなところぐらいですかね。候補を使用しろみたいな話ですね。それ以外はもうほんと不満ないんで、マジ神ギアだと思ってます。はい。というわけで、皆さんも、どう思ったかぜひね、コメント欄で書いていただけると参考になるんで、よかったらお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。